ん？栃木の餃子がおすすめ、みんみん本店とまさし本店、どっちが美味しい？宇都宮餃子の歴史と由来。栃木県宇都宮市の餃子の始まりは、補充担任を宇都宮市管区とする陸軍第14師団が1940年昭和15年8月以降、永寿地を満州としたことから、宇都宮出身の将兵が帰国に際して本場の餃子製法を持ち込んだのが始まりと言われる。市内には餃子専門店と餃子を扱う料理店が合わせて200軒あり、一般的な販売価格は1人前150から200円と低廉で、学生がおやつ代わりに食べることができる価格帯である。タレは酢だけで食するのが宇都宮スタイルと言われることもあるが、水餃子、揚げ餃子、焼き餃子、スープ餃子など店舗により様々なスタイルの食べ方が存在する。栃木、宇都宮までの行き方。東北新幹線を利用すると所要時間は50分で、料金は自由席4490円、指定席5020円で行けます。在来線を利用すると所要時間は1時間50分で、料金は1980円で日帰りも可能です。みんみん、まさしの両店は駅の西側にあるので、宇都宮駅に到着したら西口より外に出て徒歩またはタクシーなどの公共交通を利用してお店へ向かいます。店舗へのアクセス、いよいよ到着。西口から出てレッツゴー。まさしまでは徒歩で15分、車で4分です。みんみんまでは徒歩で16分、車で4分です。みんみん本店のご紹介。店舗外装、多くの人が並んでますね。店舗内装、とても綺麗ですね。店舗看板、参考写真、美味しそうですね。焼き餃子と水餃子です。まさし本店のご紹介、こちらも多くの人が並んでいますね。黄色い看板が目印です。参考写真、こちらも美味しそうです。焼き餃子と水餃子です。みんみんのメニュー、料金です。セットや単品など多くのメニューがありますね。続いてまさしのメニュー、料金です。こちらはシンプルな単品のメニューです。店舗によってご飯などもあります。栃木の観光スポット、日光、鬼怒川、那須、塩原、歴史のある建物や各地の良い温泉と大自然が織りなす美しい景色が皆さんをお待ちしています。日本に来たら栃木で楽しく過ごしましょう。皆さんのお越しをお待ちしております。